おはようございます。社会保険労務士の大五郎です。本日も頑張っていきたいと思います。さて、今朝の新聞にマイナカードのことが載っていました。マイナカードの活用がどんどん進んでますます便利になるといいなと思います。今朝もスタバで朝活からスタートします。本日も焼肉を食べたいと思います。まずは新鮮なレバーが出てきました。続いてこちらは牛タンです。こちらの肉はイチボですね。金のお皿でとっても素敵です。そのお肉を焼いてこちらのちょっとしたお寿司に乗せて食べるようになりました。そして本日のメインディッシュ、フィレ肉ですね。真ん中の方の粉みたいなのはこれフォアグラの粉ということでかけていただきたいと思います。こちらにもハラミやサガリなどを用意していただきました。今朝の新聞に風力発電のことが掲載されていました。非常にエコな電力になってくるんでこちらもどんどん開発が進むといいなと思います。今日のお昼ご飯は担々麺をいただきます。こちらの担々麺僕めちゃくちゃ好きなんですよね。本当に美味しいんですよ。中国の方が作ってくれて、本場の味ですね。今日はランチのセットでこちらのチャーハンも一緒にいただきました。その後移動になるんですが、その前にまたスタバで作業に取り掛かります。ちょうどお昼過ぎっていうこともあってお客さんは少なかったんですけれども、スタバも多い時は多いんで密っていう観点からちょっと大変な時もあります。夕方になりました。商談の後だったんで、しっかりいただきたいと思います。こちらダイエットを兼ねてジンソーダですね。しかしやはり物足りず唐揚げを食べてしまいました。最後の締めはピザをいただきました。本日もお疲れ様でした。